怪獣事件から10年っていう、ね、本当たけちゃんって子供だよね。防衛省の画集院です。ここは一体？見ての通り格納庫です。民間の方でここへ入ったのはあなたが初めてだ。機構銃計画、つまり死んだ怪獣の体をサイボーグにし制御可能な駆逐兵器へと転用する国の言い訳みたいなものさ。どうやら自己進化が始まったものと思われます。あれが必要になるか。確かにあなたのおっしゃる通り、我々の行為は神をも恐れぬ愚行なのかもしれない。しかしこの暗坂で再びゼラが覚醒すれば、我々が対抗している手段が何一つないのも事実なんです。いくら綺麗事を並べても私たちがやってることは許されることではありません。でもだからこそ私たちが真の希望を持つべきじゃないでしょうか。人合式機構銃0062出撃命令。